はい。じゃあ、危ないデカ公開記念ということで、今回も危ないデカに主演されている柴田恭平さんのね、心に残ったお言葉をここで紹介したいと思います。まあ、いろんなインタビューですとかね、えー、それから雑誌の取材などで、まあ、様々な言葉を出されている柴田恭平さんなんですけども、私がね、こういう風なことを言われていたなってことを、 いつまでも心に留めておりますので今回はその中から5つ紹介したいと思いますで1つ目なんですけどもこのように言われています役作りりりをするよりもありのままの自分でいあこれはある意味ちょっとそういうのじゃ俳優業務まらないんじゃないかなというふうに思わせるわけなんですけどもでも実際自分がなりきる役者の性格を演じるっていうことは どここかかに柴田平らししさを、ね、残してていいくっていうととろなのかなの私は思ってます自然体な演技で知られる柴田恭平さんならではの等身大の名言かなというふうに思うんですけどもね役柄に取られることなく自分らしさを大切にしていることが伝わってきます実は最近 YouTube で公開された「集団左遷」というね、まあ、そういうふうなテレビドラマがあったわけですけどもこれがね1時間半ぐらいの番組だったんですけども今は見れると思います この中でねあの、社員の役をやってるわけでで、すよ。で途中懲戒解雇になってしまうんですけどもここには柴田恭平さんらしさってのがしっかりと出ていましたただ残念なことにずっと笑顔のない役なんですよねはいじゃあ2つ目ですこのように言われています人生は冒険だ思い切って飛び込んで新しいことに挑戦してみようと私もこの精神なくしたいけないなと思うんですよ チャレンジ精神旺盛な柴田恭平さんらしい背中を押してくれるような言葉ですね。まあ、年齢にとらわれずに常に新しいことに挑戦し続ける姿勢は多くの人に刺激を与えているんじゃないかなと思いますね。じゃあ3つ目の言葉です。かっこいいというのは内面からにじみ出るもの外見ばかり気にしても仕方がないと。ね これはある意味外見に自信のない男性に励ましのような言葉にはなってくるんですけどもただ多くの人が勘違いしているというふうにね他の場面で確か柴田恭平さんが言われていたんですけども外見を気にするなってことじゃないんだよとね内面がしっかり整っていれば人前に出る時にはやっぱかっこいい格好をしたいじゃないとねだからアイロンかけたスーツとかそれからきっちりとした靴ピカピカの革靴 それからヘアスタイルもきっちり整えてね、えー、常に元気でいたいよねと、うん、やっぱり俺中年過ぎたからって言ってだらしない出っ張らも見せたくないもんみたいなことをね言われていたのかどうかは定かではありませんけどもそういう風に私は受け取ったんでねやっぱり50を過ぎても出っ張では痛くないなと思ってね今日もトレーニングにいしんでおります外見だけでなくて内面からも漂う 魅力の大切さを説いた名言だというふうに私は捉えてますけどね。柴田恭平さん自身も内面からにじみ出る知性やユーモアで、多くの人を引きつけてるんじゃないかなと思います。で、四つ目です。これはね、立博さんにも通じるところがあるんですけども、男は最後まで責任を持ってやり遂げることが大切だっていうふうに言われてるんですよ。責任感と覚悟を感じさせる頼りがいのある言葉ですよね。 どんな困難な状況でも決して諦めずに目標に向かって努力し続ける柴田恭平さんだからこそこういうふうなね説得力のある言葉となっているんじゃないかなと思いますさあそれでは最後の言葉です「歳を重ねることは決して悪いことではないと」とむしろ経験を積み重ねてより味わい深い人間になれるんだっていうふうに言ってますねこれもね舘ひろしさんと同じような 言葉だと思うんですよきっと共演する中で本当ののののの友人のようううに付きき合うあの呼吸の良さっっててがが出来上がってきたんでしょうねまさに年齢を重ねることへの前向きな考え方を示した名言だと言えるわけですけども常に進化し続ける姿勢を持つ柴田恭平さんだからこそこういった言葉に行き着いたんじゃないかなとなかなか深みがあるなと感じさせます。 まあこういうふうな名言っていうのは、柴田京平さんの魅力が詰まった言葉であり、まあ、人生にね、何らかのヒントを与えてくれるんではなかろうかと思います。えー、ぜひね、心に刻んで、今度は私たちが名言を残せるような人生をデザインしていければ、すごくいいなと思うんですけども、どうでしょうかね。それではまた別の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。